心臓です心臓チャンネル今日のテーマですが食道がんに行ってみたいと思いますはい、えー、日本の医者ですね、えー、この治療してる医者よく聞かれるそうです、えー、食道がんになった原因は何でしょうかと患者さんに聞かれるそうですで 心臓チャンネルでは原因のところを追求していってみたいと思います。では、まず食道がんですね。えー、食道がんの前に食道がどこにあるかわからない人は多分いらっしゃらないと思いますが、一応言っておきますが、えー、喉のところからた、口から食べ物を食べて胃に食べ物を送るうー消化管ですね。消化管ですが、消化液とか、要するに消化する能力はありません。運ぶだけということです。筋肉が動いて運びますし、えー、重力で下に食べ物が落ちると。 それで胃まで食べ物を送る働きをしているのが食道ということですね、この食道の粘膜にできるがんを食道がんと言います、はい、そして日本人ですね。日本人のこの食道がんができるのは半分ぐらいが大体いいこの食道の真ん中あたりにできます、それから次に胃の胃に近い方ですね、ここにできるということですね、胃に近い方と真ん中、この2箇所にできやすいということです。 これが日本の食道がんの傾向ということですね。はい。では、今日のテーマです。食道がんの原因のを追求していってみます。食道がんの原因と真の解決策です。症状を一応言っておきましょうね。どういう症状があるかということですが、初期症状は全くないということです。 進行するまで全く症状が分からないということです。で、進行していくとどういう症状が出るかということですが、ここにも書いてますが、えー、どういうのがあるかというと、喉のところですね、食道のところの違和感とか、物が飲み込みづらくなるとか、咳ですね。それと、それからあ声がかすれるとか、まあ、特徴的ですよね。それから体重減少とか、胸とお背中の痛みとか、こういうものが出てくるということですね。 それから特徴的なことがあります。重複するがんです、ね、重複がんの率が高いと20、20%ぐらい重複するということですね、どこと重複するかというと、頭頸部のがんですね、喉頭がんとか舌がんとか、こういうやつですね、大気腺のがんとかありますね、いろいろ、頭頸部のがん、もしくは胃がんと合併することが多いと、重複することが多いと。で、ホリチエムさん。 舌がんと食道がんですかね、えー、合併してましたね、えー、こういうふうな形で、重複することが多いということですね。それから疫学ですね、下のにも書いてますが、10万人当たりだいたい17人ぐらいです、年間出る人がこれぐらいと。ですが、ですねこれだ、圧倒的に男性の方が多くて、10万人当たり31人、男性は10万人当たり31、女性はあ10万人当たり5.6と、圧倒的に女性の方が少ないということですね、女性の方がが,がんになりにくいということです。 そして年齢ですがあ、もう圧倒的に50以上、年齢のいった人が出るということですね、70代でピークになるということです。はい、では次いってみましょうあ。食道がんの原因ですね、ここに踏み込んでいってみたいと思います。どういう原因があるかということですが、まあ、ここにも書かれていますが、まあ、ずらずらずらと言っていきますが、どういうものがあるか、日本の医者、よく言っているのは何を言っているかというと、タバコですね。 エビースモーカーの方、まあ気をつけた方がいいと思います。喫煙ですね。それから、肥満。こういうのも言われてますね。肥満のある人。それからあ、一番言われてるのはこれですね。アルコールですね。アルコール依存症ぐらいになるぐらいのお大酒飲みの方は食道がんに気をつけるということですね。酒ということです。えー、それから、あーまあ、下の方にも書いてますが、あー胃食道逆流症と逆流性食道炎というやつですね。 で、これは他の動画にまとめてますので、この逆流性食道炎の治し方というか、これの原因というのは他の動画にまとめてますから、そちらを見てください。それから、えー、バレット食道というのがあります。ここが重要ですが、よく覚えておくということですね、えー。このバレット食道って何なのかというとお、胃酸が逆流してきますね。そうすると、元来食道の粘膜だったところが胃の粘膜化します。 かかりますかねこれをよく覚えておくということです。食道なのにその部分は下の部分、胃の粘膜になっているということですね。まずこれを覚えておくと。これが、まあ、あ食道が原因の一つということですね。それから、えーまあ、高齢者、特に男性ということですね。まあ、これ年齢ですから、どうしようもないっちゃどうしようもないんですが、まあ、男性ということですね、高齢者。それから、あーまあ、覚えておくことですが、日本の,おだん、えー、日本の食道がんの人は、扁平上皮がんが多いと。 いうことですね、それから外人さん、ですね特に白人さんは、えー、洗顔というやつが多いということですね、まずこれも重要ですので、覚えておくと。 はい。では、さっき言ったような原因があるのですが、ここからはですね、遺伝性のものがあるかということで、遺伝性の食道がんの原因というやつを言っていきたいと思います、えー。日本の医者たち、こういうことはもう全く言いません。自分たちが起こしている遺伝性のことに関しては、触れようともしません。ので、私がまあ言っていきますが、どういうものがあるかということですが、まあ、有名な話ですが、あチロシンキナーゼ阻害薬ですね。キナ,、えー、キナーゼ阻害薬ってやつです。 抗がん剤ですね。これがですね、皮膚癌とか食道癌を起こすという、まあ臨床的な副作用が起こっているという、この臨床的な事実、これがあるということですね。そしてですね、このソラフェニブの添付文書には、まあ有名なあれですが、皮膚癌のことに関してはバッチリ書かれてますが、どうも食道癌のことは私、書かれてないので知らなかったんですが、 では、チロシンキナーゼ阻害薬、他のですね、他のチロシンキナーゼ阻害薬の添付文書を見てみたいと思います。ソラフェニブについては、まあ、皮膚がんのところかなんかでまたお伝えしたいと思います。では、次行ってみましょう。 では、チロシンキナゼ阻害薬。抗がん剤ですね。この添付文章を切ってここに載せておきますから、見たい方は見られてると思いておりますが、まあ、いらっしゃらないと思いますので、大事なとこだけ言っておきます。えー、イブルチニブという薬ですね。抗がん剤です。では、どういうふうに書かれているか。添付文章そのまんまです。はい。下の方、どういうふうに書かれているかというと、良性及び悪性、えー、詳細不明の新生物と。要するに癌ですね。出ますよと書いてあると。その後ですね。なんて書いてあるかと。扁平上皮癌。 書かれてます出ますよと。扁平上皮がん、さっき言いましたね、食道がん、日本の食道がんとのは扁平上皮がんが多いということですね、扁平上皮がん、それから規定細胞がん、はい、前立腺がん、それから悪性黒色腫、リンパ腫、それから骨髄異形成症候群、血液の疾患ですね、血液のがんのところですね、こういうものも出ますよということが、こういうふうにバッチリ書かれてあるということです。はい、次行ってみましょう。 では続きましてですが、食道がんの原因ですね、どういうものがあるか言っていきますが、ここにデンマークの研究があります。どういうものかというと、さっきも言いましたが、バレット食道というのがあります。バレット食道というのは、胃酸が逆流することによって、食道の下部の粘膜が胃の粘膜化するということです。そこの粘膜が胃の粘膜化するということですね。そしてそのバレット食道は、 容易に食道がんのリスクになりうると食道がんはそこにできるということですね、そのリスクとバレット食堂はそのリスクがあるということです。で、ですね医者たちは、元来、この胃酸を抑えれば逆流しませんから胃酸を抑える薬を飲ませるわけですね、それを飲ませて胃酸が逆流しないようにすればこのバレット食堂の人たちにがんができないと。 ということで、ある薬を処方してきたということですね。ずっと長い間。これがプロトンポンプ阻害薬というやつですね。そして、デンマークの研究者、どういうふうに研究したかというと、1万人と、健康な人1万人と、このバレット食堂の人たちの薬を飲んでる人たちを比較しました。ここに、下に英文で載ってますが、結果的にどういうふうになったかというと、 ガンを防げていないというようなデータが出たということですねバレット食堂の人たちにこのプロトンポンプ阻害薬を飲ましてもガンを防げていないということが分かったということですそして次のスライドでは同じような研究がスウェーデンでありますこのスウェーデンの研究を次で言っていますこの人たちに対する研究ですね同じようにスウェーデンでも研究がありますどういう研究かというとスウェーデンにおいて このバレット食堂で、プロトンポンプ阻害薬のメンテナンス療法というやつですね。プロトンポンプ阻害薬で胃酸を止める療法をしている人たちを追っかけた研究があるということですね。どういうものかというと、80万人の医療データを調べました。2004年から2012年の間の80万人をスウェーデンで調べると、 えー、食道癌になるリスクは、プロトンポンプ阻害薬を長期使用している、えー、軍の方が、上に高かったということです。そして、下の方にもありますが、ピッツバーブ大学でも同じような研究が出ているということですね。これも、プロトンポンプ阻害薬の長期使用が、食道癌のリスクであるというような結論が出ているということですね。はい、次行ってみましょう。 プロトンポンプ阻害薬というのは何なのかということですがあまあさっきも言いましたがこれは胃酸の分泌を抑制する薬ということですね胃のプロトンポンプに働きかけて胃酸を止めると胃酸を抑制する薬ということですね同種の薬として、えー、同様な薬として H2 ブロッカーというのがありますがこれよりもさらに強力ということですね強力に胃酸を止める薬ということですそして下の方に大事なことが書いてますがどういうのを書いてあるかというとお米国のコホート研究ですね軍人 の医療、診療データというか医療データからどういうのが分かったかというと、プロトンポンプ阻害薬を使用しているグループ15万人ですね、ざっくり。それと、H2 ブロッカーですね、これを長期使用しているグループ5万ぐらいを比較するというような高度研究があるということで、ね、そして比較するとどういうのが分かったかというと、プロトンポンプ阻害薬の長期使用者において、心血管疾患での死亡とか、慢性腎臓病での死亡とか、そしてここが大事ですが、 上部消化管がんでの死亡が優位に高かったというようなデータが出ているということですね。はい、次いってみましょう。あ医薬添付文書ここに切って載せておきますので、読みたい方は読まれるといいと思いますが、まあ、そういう方はいらっしゃらないと思いますので、ざっくり言っておきますが、あこれ、オメプラゾールナトリウムというやつですね、の添付文書です。プロトンポンプ阻害薬というやつです。 の添付文書、そのまま来って載せておきますが、大事なとこだけ言っておきますが、一番下ですね、その他のところですが、ラットに、えー、毒性試験ですね、ラットのに毒性試験で2年間投与しました。1 7パーキログラムですね、体重1ラムあたり1 7ラムを2年間、えー、長期、えー、投与させると、これ何て書いてあるかというと、イニカルチノイドができましたよと。わかりますかねイニカルチノイド。 これがんですね。ニカルチノイドができましたと、そして言い訳みたいなのを書いてますが、これは種、この種ですね、ラットに特異的なものと、この種によってと特異的なものだから人間には関係ねえよというようなことが書いてますが、まあ長期使用すると、こういうふうにラットに胃がんができているということです。じゃあ食道がんと関係ないじゃないかと思われるでしょうが、さっきも言いましたが、バレット食道というのは、 逆流してきて、胃の粘膜になってるわけですよ。食道の下部の粘膜が胃の粘膜に置き換わってると。ということは、バレット食道の粘膜にできている洗顔っていうのは胃がんですね。要するに食道がんですが、のジャンルに入ってますが、実際は胃がんだということです。ということはわかりますかねこのプロトンボンプ素害薬ラットに長期投与すると、こういう風にカルチノイドができますよということが書かれてるということです。はい、次行ってみましょう。 ですが、他にどういうものが食道がんの原因としてあるかということですが、被爆ですね、放射線による被爆ということです。ここに論文がありますが、どういう論文かというと、放射線医学総合研究所がまとめたやつですね、放射線被爆と食道がんの関係をアメリカの国立がん研究所なんかの論文を全部集めて、 食道がんになる、放射線被爆と食道癌になるかどうかということを検討したというようなものがあります。論文の数も非常に多く集められています。そしてまあ、ここにも書いてますが、ざっくり言うとどういうものがあるかというと、原爆投下後の食道がんはどうだったか、それから原子力施設なんかに勤務する人の被爆に関して、その後食道がんはどうだったのか、それから えー、汚染地域ですね、核実験場の近くにある汚染地域に住んでいる住民なんかの、ここでは2000ミリシーベルトぐらいの多量の被ばくを受けた人のその後の食道がどうだったか、のかそれから医療被曝ですね。いろんな 治療で使われる線や検査被曝とか医療被曝においてどうだったかのかというのがここに全部書かれてますがもう全部読みませんので読みたい方はその論文探して読まれるといいと思いますそしてどうだったかというと放射線被曝被曝すると優位に食道がんは増えるということです被爆量に比例して食道がんになるリスクはどんどん上がっていくという結論が出ていますはい 最後ですが、今日は食道がの原因、様々言ってきましたが、日本の医者は喫煙と飲酒ぐらいしか言いませんので、皆さんもこういうふうにいろんな食道がの原因というのはあ,るのありますから、こうやって調べられて勉強してみてはいかがでしょうか。はい、今日は食道がの原因と真の解決策についてお送りしました。ありがとうございました。